日本のいいとこまだまだあります。日本全国ローカル線気まぐれ旅、足の向くまま気の向くまま、そこには美しい風景と人のぬくもりがあふれています。始発駅から終着駅までガイドブックに載っていない名所探し、とびきりいいとこは地元の人が知っている。ならば聞き込み、いざ出発進行。今回の旅の舞台は福井県。雪化粧の山々に見守られながら日本海へ向かう越前鉄道三国あわら線。その車窓には広大な福井平野と九頭竜川の雄大な流れ。初めて降りる駅から足を伸ばせば日本のいいとこ新発見再発見。あーでも大きい、立派だね。ここは見といた方がいいよみたいな場所ってないですかね、この辺の名所というか。聞き込みだからこそたどり着けた穴場の名所。横移動って何だよ。おー、すげーすげーすげー、行こう。おー、すげー。うわー、すごい。とびきり美味しい出会いも。うわー、しかし内装工事のため休暇です。気象さんはまだ歩きますね。ちょっと待ってください。間に合わないよね。うそ、悪戦苦闘の珍道中。待って予定は白紙、筋書きのない1泊2日。あ、それでは出発しましょう。聞き込みローカル線気まぐれ下車の旅。まずは撮影交渉をお願いします。さあどうかに。ダメだって、ダメでした。残念だよね。え、何がダメだった。ないんですよ、お部屋が。ないんですって。はいはい、まあこれだけの旅館ですからね、そりゃ当日っていうのは無理ですよ。もう完全に気持ちはここでしたね。すごい素敵だもんね。気を取り直して、あそこに行きましょう。そうです、グランディア本線さん。こちらも聞き込みで教えてもらったお宿ね。なんとか止めていただきたいな。ただ、うん、こっちもすごく車が止まってますね。本当だね、かなりいっぱいですね。寒い、寒いですね。もうこれ以上他のとこ行きたくないですね。もうこれ以上行きたくない。すいません、こんばんは。突然で申し訳ないんですけれども、今日泊めていただくというわけにはいかないでしょうか。食事は、食事はもしダメならいいです。なるほど、はい、大丈夫ですよ。本当ですか。カメラ入ってもよろしいでしょうか。よろしいですよ。本当ですか。うわ、何かな。ね、そしたらね、よかったですね。突然なのにすみません、ありがとうございます。あら、これは素敵ですね。いやすごいね、これはすごいわ。うわ、すごい素敵だな、ね、すごいよね。すごい、まさにグランディア。お客様お待たせいたしました。おもすみません、ようこそおいでいただき誠にありがとうございます。突然すいません、本当に。実はですね、はい、今日はですね、はい、お泊まりは可能なんですが、はい、お食事の方が少し遅くなってしまったものですから、私のところでちょっと手配ができないんですよ。まあ、そうですよね、突然ですもんね。ごめんなさい、今日のところはゆっくり温泉に浸かりましてですね、明日の朝美味しいお食事をという形でよろしいございましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしいですよ。困れるだけで。はい、ごめんなさいね。ワクワクします。ゴージャスね、本当ゴージャスだね。これ私一人で。上がらせてもらいます。ありがとうございます。うわ、すごい。すごい。何あのエリア。エリア。すごい素敵なお部屋だね。お部屋は全部で113室。福井県を代表する大規模な旅館
グランディア宝泉。もっと早く来ていればこんな豪華な夕食が。なんといっても越前ガニを食べられなかったのは残念。あ、先ほど失礼しました。美味しいお店を、はい、そんな二人に宿の方おすすめのお店があるそうで。カニ食べられますか？カニ大丈夫です。やった、はい、実はですね、はい、越前ガニ今日はね、あいにく、海がしけておりまして、はい、大きいオスの方は取れてないんです、はい、腹に子を持った、はい、メスの方のね、はい、カニが濃厚で、はい、美味しいカニがそちらの方でしたらお店の方ありますので、この角目に、はい、カツという、割烹のお店がございます。ありがとうございます。ありがとうございます。カツに行かせていただきます。お風呂入ってから行きますか？じゃあそうだね、お風呂入ってからの方がいいかも。そうすればもうあとは帰ってきて寝るだけです。ということで貸し切りの露天風呂へ。冷えた体温まりますよね。いやー、上手。そして八峰さんも湯あみ。3本の源泉を持つこちらのお宿、関西の奥座敷と称される名湯あわらの出湯に疲れも癒されます。ジモさん面白い方ですね。私もっとなんか結構真面目でカチリしてて厳しい方なのかなっていう印象があったんですけど、もう全然気さくで明るくてお父さんみたいな、お父さんなんて言ったら失礼ですけど。いや、神保さん、だいぶ八峰さんのペースに巻き込まれてますよ。ここだ。さあ、宿から歩くこと10分でお待ちかねのカニ料理です。私たち優雅ですね。こんにちは。グランディア宝泉の青木さんからのご紹介で伺ったんですけれども、すみません、お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。初日の旅も終わり。終わり。美味しいものをいただこうじゃないですか。割烹カツは三国港に水揚げされた新鮮な魚介が評判の食事どころ。せーの、メリークリスマス。見てください、お作り美味しそうですね。エビにイカのエビのこの感じがまた色がね、これ新鮮だよ。新鮮なんですよ。なかなかこういう色ない。ガサエビは日本海の深海に生息する幻のエビ。この辺で有名なエビなんかきっとね。あ、アンディアからね。確かね、10月の身がでかいんですかね。あ、うまっ。ぷりぷりだね。カニ来ましたよ。ほら、卵いっぱいっすよ。はい、いただきます。うわ、素敵だね、こりゃ。セイコガニ、あるいはコウバコガニとも呼ばれるズワイガニのメスはオスに比べると小さめですが、この内子が絶品。あ、硬い、意外と、うん、それこんなにつまんでガブっていっちゃった方がいい。え、これごとですか、うん、こんなに切りいっていいんですか、うん、それで全然いい。うん、うん、何この食感。それはうまい。うわ、癖になっちゃう。あ、美味しい、濃厚。いただきます。たまんないですね。他にも牡蠣の酢の物やカレーの揚げ出しなど、お酒が進みそうな一品ぞろい。名所登録5つ目は日本海の幸を堪能、割烹カツに決定。明日どうしましょうかね。もうラスト4つなんですよ。4つ全部行ってもありですよ。あ、そうか、全部行ってもいいんだ。はい、それいいよね。4つ行きません？行っちゃいましょうか。はい、でうまくいったらどっかで2つぐらいずつ行ける可能性もなくはない。ないです。じゃあ12個ぐらい。そうです。さすがにちょっと新記録は難しいです。越前鉄道の旅、初日はあわら湯の町駅まで進み、名所登録5つ、残るはたった4駅、
ノルマ達成できるのでしょうか。おはようございます。おはようございます。失礼します。あ、広い。すごいね。ものすごい品数。福井郷土料理。あ、いい。なんだろうね、これ。これいいですね。あ、この郷土料理系はこれ来た。ズキーモ、ね、覚えましたね、あなた。ズキーモ。朝食は宿自慢のバイキング。郷土の味覚を中心に30種類以上の料理が並びます。あなたもがっつりいきますね。はい、私朝食べるんです。朝もう食べるんです。海も山もある福井県の幸の盛り合わせ。いただきます。郷土料理がいいですよ。そうですよね。豆干しも福井さんでしたよ。ん、細かく見てるね、ちゃんとね。アンナちゃん、今日さ、タイムリミットの5時までなんだよね。計画立てていかないとあっという間に時間経っちゃうから。そうですね、うん、昨日より時間が全然ないってことですかね。そういうこと。サクサクいかないと。サクサクいきましょう、うん。名所登録6つ目はあわら温泉、グランディア宝泉に決定。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。行ってまいります。あの、これ雨から雪に変わることが今日の私の願いです。今日は頼む、雪にして。そりゃあなた、てるてる、そりゃあなた都合良すぎない。何はともあれ、タイムリミットは今日の午後5時。ノルマ達成を目指して頑張っていきましょう。すぐ着きますからね。次に行きます。そうですね。うん、すぐ、もうあっという間ですよ。2日目は残る4つの駅すべてに下車する作戦。ということで、まずはお隣の水井駅へ。次は水井です。2日目の越前鉄道の旅スタート。すごいね、でも建物のギリギリとは走ってるけど。あ、止まってた、ゼランです。あ、本当だ。お世話になりました。本当にお世話になったね。止めていただいてよかったね。福井平野を北上し日本海へ向かう越前鉄道三国あわら線は全23駅、路線距離 25.2km のローカル線。旅の目的は地元の人に聞き込みし10の名所を発掘すること。手助けは時刻表と地図のみ。この先もいい人いいところに出会えますように。ますか。ね。なんかありそうですか。ありがとうございます。ここは無人なんですね。はい、時間確認しましょう。あ、そうですね。まずはね。先に。今22分でしょ。あ、そうですね。うん。次は52分。52分か22分。うん。多分ここ1時間はいないね。さてさて。人に会えますかね。ここただね、吹く風がやたら冷たいんですよね。冷たいですね。あ、あ、あ、え、おはようございます。おはようございます。お母さん、すいません、ちょっとお話伺ってもよろしいですか。ここは見といた方がいいよみたいな場所ってないですかね。ここは水水井のこの辺の、名所というか。そんなもんねやるの。越前鉄道聞き込み旅2日目、水井駅で下車した2人。おはようございます。おはようございます。ここは見といた方がいいよみたいな場所ってないですかね。ここは水井、水井のこの辺の、名所というか。そんなもんねやるの。ないんですか。何もないんですか。なんもね、このとこを
昔吉畑やったら、ここ埋め立てしてこんなの。あ、吉野畑だったんですか。どちらに行かれるんですか。飯座行くんです。飯座。飯座、飯座っていうのはどこですか。ショッピング。飯座。買い物。買い物行くんですね。三国の。三国の方ですか。電車で。ああ。三国まで行けば、なんかちょ少しは漁師町があるし。ああ、なるほど。まあでもちょっともう少しブラッとして見てみます。見てみます。ありがとうございました。気をつけてお出かけください。ショッピング行ってらっしゃい。行ってきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんクモモンつけてる。あ、本当だ。意外とお茶目なお母さん。あそこは何ですかね。あっち側は何も見えないのって何かあるんですか。とにかく坂を上がってみましょう。わあ、結構大きな川だね。わあ、大きな川じゃないですか。かなり大きいですね。なんかこのいいですね、風景。ブルオ橋が、この小麦色で、なんていうの、この、ね、これがヨシだよ。これがヨシ。多分よし。よしじゃない。こういうやつを畑で作ってたのね。もう少しだから商品にするために。ヨシはすだれなどの材料になります。いい感じ。あ、お父さん。こんにちは。こんにちは。この辺ってなんか名所みたいなとこってないですかね。これ見といた方がいいよみたいなとおすすめのものはありませんか。神社。神社。三国神社。三国神社。はい。神社が多いとこやね。はいはいはい。一番多いはもうほとんどお寺だらけよ。なるほどね。だから古いっていうことだね。昔の港町やでね。はい、ありがとうございます。神社は一番の神社やと思う。助かります。助かります。ありがとうございます。ありがとうございます。聞き込んだ三国神社はお隣のその名も三国神社駅に早速向かうことに。お、皆さん。あ、待ってらっしゃい。あれ、もうお母さん。あ、お母さん、どうもどうも、先ほどありがとうございました。お願いします。お買い物に行くと言っていたお母さんと再会。どこに行くの。三国神社には行こうと思ってます。三国神社、今度かなりこの次、三国神社ですか。三国です。来たよ、お母さん。来た。こんな触れ合いも気まぐれ旅の醍醐味。もう寒いので手袋を装着します。私だってかじかんで、ね、かじかんで、ね、寒い。この日外はいてつく寒さ。防寒対策を万全にして頑張りましょう。お母さん、うまいな。行ってきます。お母さん、いい笑顔ですね。お母さんね、ね、かわいい。いいですね。私も10時25分が55分です。神社行くから55分でしょ、きっと。1時間かかるよね。これがでも日本海側の寒さですよ。なるほど。ね、肌で味わえてよかったです。いい、さあ、どこかしら。どこだろうね。全然当たりつけてないけど分かんないんだよね。そうなんですよね。こんにちは。こんにちは。すいません、三国神社ってこっちでいいんですよね。三国神社ってこっちでいいんですよね。三国神社はあの山、あっちですか。ここに見えるこの山の後ろ側。ああ、後ろ側なんですね。後ろ側。右にずっと行くとあの随道があるんで、はい、その随道を越えてもらって一つ目の信号を左へ曲がっていくと、でどれぐらいかな、1キロぐらい行くと三国神社の門があるんです。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。冷たい雨が降る中、この先まだ1キロ。おー、怖いよ。サンドだって。え、そうだ。へー、ただいまの違う、サンド。なんかでも3度より寒く感じない。感じます。体感もっと寒いです。寒いよね。10分ほど歩くと大きい。うわ、立派な神社。うわ、
すごいね。大きいですね。ねえ。まずは許可を。OK でした。OK ですか？大丈夫です。お父さんが進めたい理由が分かるね。分かりますね。歴史を感じますよね。パワースポットですね。すごいな。三国神社は慶太天皇を祀る由緒ある社。毎年5月には北陸三大祭りと謳われる三国祭りが行われます。緑色ですね、これも下苔むしてる。あ、これのことかな。そうだよ、言ってましたよね、昨日。昨日ね、足湯の時に足湯の水に濡れると緑色になるって、これだ、してましたよね。これのことですね。うん、すごいな。やった、雨降っててよかったですね。そういうことですよ。綺麗だよね。綺麗です。ああ、見てほら、濡れてないとこういう緑じゃなくて。あ、本当だ、分かりやすいですね。ね、ここ分かりやすいね。本当だ本当だ。色全然違うもんね。全然違いますね。やっぱ緑ですね。うん、そうだよね。名所登録7つ目は。霊源新たか三国神社。っていうか時間は大丈夫なんですか。ああまた笑ってるや。出発しました。うそ、5分前に。本当に55分でしたね。思いのほか来るのに時間かかっちゃったね。そうですね、うん、25分で行きますか。25分ですか。次25分でしたね。あー、忘れてた。忘れちゃダメでしょ。気を取り直し駅へ。ラスト3つのが本当難しいんですよね。難しいね。追い込みが難しいんですよ。そうなんですよ。入ってますか中に。入ってよ。ちょっとでもね、こう体力を。うわ、いっぱい。お、いただきます。こんにちは。三国神社行ってきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。なんか三国でここは見といた方がいいぞっていう場所ないですかね。どこかな。どこないですか、三国で。岸名手。岸名手やらね、いろんな。岸名手ってなんですか。こっちから昔のお家、昔のお家なんですよ。はい、森田銀行ってね、それも古い建物でね、昔銀行だったんですけど。それ駅から近いですか。近いです。歩いて行きますか。歩いて行きます。行けます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。いい情報を2つもゲット。お次はその岸名邸と森田銀行がある三国駅へ。三国。このあったかい時間がすぐっていうのが辛いですね。ここでちょっと10分ぐらい乗ってからがいいですね。でもすぐでしょ。私たちは三国港行きで今11時半、56分か26分か。26分だと1時間後ぐらいですね。三国港に行った時にちょうどお昼いただける感じじゃない。なるへそ、ね、じゃあ1時間行きましょう。そうですね、じゃあ26分ので行きましょう。行きましょう。さてと、あ、これ、うん、旧森田銀行本社。それだ、岸名邸。あ、この辺がすごいのが並んでんだね。なるほどね、行ってみますか。三本目、なかなか趣のある建物がいっぱい並んでますよ。ですね、うん、なんだ。オープンセットみたいですね。オープンセットみたいです ね。それでは三国バー。三国バーガー。三国バーガー引っかかりますよね。引っかかる。
ちょっと引っかかっちゃいましたね。こっちの名前が出てんのちょっと引っかかる。ちょっと待って待って待って。ちょっとまずいな。引っかかっちゃったな。越前鉄道聞き込み旅。三国駅で下車した2人。三国バーガー。引っかかりますよね。引っかかる。ちょっと引っかかっちゃいましたね。こっちの名前が出てんのちょっと引っかかる。ちょっと待って待って待って。ちょっとまずいな。引っかかっちゃったな。ここで寄り道ですか。表の看板を見てつい誘われてしまって入ってきちゃったんですけど、はい、三国バーガー。三国バーガーっていうのはどういうのですか。三国バーガーは一番の特徴は三国、ここの三国さんのらっきょうが。らっきょう、らっきょう、はい、2人で1個っていうことは大丈夫ですか。全然大丈夫ですよ。反応させてもらっていいですか。もともとのらっきょうはこれです。三国のご当地バーガーともいえる三国バーガーの特徴はこの三国産のらっきょう。特に3年ものは食感が格別だそうで、福井県産のビーフとの相性も抜群。このボリューム食欲をそそりますね。はい、三国バーガーです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これら半分にしてあるので、はい、真ん中に用紙が刺さってます。崩れない、はい、らっきょうなんだってびっくりだね。らっきょうが入ってるハンバーガーってぶっとくなる。はいですね、うん、いただきます。うん、うん、そしてうん、美容と健康にバッチリ。残念ながら聞き込み情報ではないため名所登録ならず。ありがとうございました。続いては教えてもらった旧岸名邸へ。これが旧岸名邸。これじゃないですか。ここですよ、旧岸名邸。うん、宮さんなのかな。こんにちは。こんにちは。これなんか入ってみてもいいんですか。いいですか。撮影してもよろしいですか。いいですよ。大丈夫ですか。お写してもいいですよ。ありがとうございます。で、おいくらなんですか。1200円。それ人望外でそんなの本分で。それは俺の料金。わ、これもすごいね。何これ見たことないですよ。これ本当にお金入れるところってか。で、ここが札入れになってるんですね。はい。こちら小銭。これ実際に使ってたんですか。今でも使ってます。今料金箱に使ってます。じゃあ見ますね。はい、どうぞ。昔と同じってことですよね。じゃあそれ刺してくていいわ。金たまるどこですか。どこそれはそれここですか。昔の金持ちの銭箱屋で。来年はなぁ、いい年であるよ。じゃあ入れます。はい、どうぞ。江戸末期建造の旧岸名家は国の登録有形文化財。三国港が北前船の寄港地として栄えていた名残の一つ。材木商を営む豪商岸名家の屋敷でした。これは現代版のシャッター。現代版のシャッターになるんですけれども、夜の戸締まりはこういうような状態でやっておりました。これを上から下ろして、もう一枚カモイに乗ってますので、カモイから移動する。カラクリみたい。防犯上の問題でこういう作りですね。まず最初に頭を下げなきゃ通れない。うん、幅がない。うん、だから特に長いものを持って入ってくるということが、まあ、無理だったということですね。こういうだから中では一人に対して一人一人に対応するだけでよかったから、防犯上非常に良かったと。そのためにしちゃうんですね。のトイレですね。こちらが男子用のトイレ。アルミエですね。トイレすごいですよ。見てください、このトイレ。だって、はい、これトイレするのなんか もったいないですよね。ねえ、すごい。ここらは逆に非常に金持ちだったもんですから、これは瀬戸焼きなんですけども。瀬戸焼き、はい、じゃあかなりこう。だってこれ見ながら瀬戸焼きね、トイレするの、ね、バーチャーです。こういうのを買ってきて入れてるということですね。ありがとうございます。楽しみ。すごいね、いいもの見せていただきましたね。
名所登録8つ目は歴史香る旧吉名家に決定。これじゃないかな。これですね。森田銀行株式会社森田銀行。わー、反対から書いて、レンガ作り綺麗、いいね。見て、耳から書いて、看板が大変ご迷惑。内装工事のため休館中です。うん、しょうがないね。残念、名所登録ならず。旧森田銀行本店はかつて海鮮丼屋だった森田家が明治時代に創業した銀行。8個目、あと2個です ね、順調じゃないですか。なんか順調、なんか余裕だな今回な。お二人、この番組は油断大敵ですよ。次は終着の三国港駅。ここで2つ名所を発掘しないとノルマは達成できません。最後ですね。最後だ。越前鉄道乗るの最後ですね。早いですね。あっという間でしたね。この区間もものすごい短いですよ。でもあとまだ2つありますからね。まあね、でもご飯食べるところが多いです。そうですね。あ、でも乗るのは最後か。高い。座っちゃいましょうか。終点です。終点です。肉日光かと思ったら肉日光ね。ありがとうございました。本日は越前鉄道にご乗車いただきまして誠にありがとうございました。2人を乗せた小さなローカル列車が名残を惜しむかのようにゆっくりと終着の駅に向かいます。そうだよ。あ、静かですね。みんなと今回初めてですね。今回初めてだね。あ、嬉しいですね。やった。ついに終点着きましたね。ここで、はい、2つ、最低2つは見つけないといけません。そうですね。あなたアイディア持ってますよ。まあお昼を食べますよね。まあね、カニの看板があった。ほら、え、まさかまたカニを。あれカニだよ。あれカニですよ。ねえ、あそこちょっと聞いてみよう。越前鉄道終着の駅、ノルマ達成まであと2つ。カニの看板があった。ほら、え、まさかまたカニを。あれカニだよ。あれカニですよ。ねえ、あそこちょっと聞いてみよう。あ、でも聞き込みじゃねえじゃん。ダメじゃん。聞いて、うん、人です。人、誰かにカニの名所を聞き込む作戦のようです。なかなかないかね、聞き込みね。ね、昨日の夜もカニいただいたけど、うん、あれはほら、メシガニで成功ガニ、ね、やっぱりでもね、卵のね、カニといったらやっぱりオスの大きいやつ食べたいじゃないですか。食べたいですよ、ね、あ、いた。こんにちは。すいません、よろしくお願いします。どっか美味しいカニを食べさせてくださってるって。そうですね、この通りずっと行ったところに竹塩さんっていう。竹塩さん、竹塩、うん、竹塩さん、はい、竹塩さん、はい、カニを食べさせていただきます。この通りに魚屋さん結構ありますので。1キロぐらい行くか。1キロぐらいかな。ありがとうございます、はい、さあ行きますか。1キロだって。タイムリミットまではあと3時間半。時間にゆとりが出たと思った瞬間にこういうことしちゃう。いや、あと2つ名所登録がノルマだから余裕はないですよ。なあ、この辺どこ見てもカニ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 エビエビカニカニエビ。本当だね。ここはでも食べさせてくれるところじゃない、お土産だね、うん、あれ
ここまでは順調にあったんだけど、こっからガランとしますね。大丈夫ですかね。ないよ。歩くこと15分、もう1キロは歩いているはずですよね。この無言な、まずい、三国駅まで来ちゃった。なんと終着駅の一つ手前、三国駅に戻ってきちゃいました。すいません、お忙しいところ申し訳ありません。すいません。竹翔さんっていうカニ屋、はい、どちら、どの辺。竹翔さんはまだ歩きますね。ちょっと待ってください。本当ですか。三国港から来たんです。三国港から来ました、はい、おすすめどこですか。1キロぐらいだって。1キロまだ半分ぐらいやね、竹翔さんまで。え、まだ1キロですっけ。この1キロ、うん、次の橋、また1キロですか。まだ次の橋の手前、にあるんですけど。すごいですね。行きます。ありがとうございます。ありがとうございます。間に合わないかもね。間に合わないと10個にならないかも。うそー、うそー、うそだと言って、自分がうそだって言って、余裕とか言ってたけど、もう全然余裕じゃない。ダメよ、水で降ってるし。これダメです。追い打ちをかける土砂降りのみぞれ。見て、傘やばいですね。凍っちゃってんだけど傘。あ、本当だ、傘凍ってる。おー、そりゃ寒いわけだ。あった。え？ああ。書いたんじゃ竹翔って。ああ。あった。三国港駅から歩くこと50分。実は三国駅からだと15分の場所だったんです。引き込みローカル線気まぐれ下車の旅という。あ、引っ込むんですか。あ、お母さん知ってるって。よかった。心から良かったですね。これ？はい、そうです。なおちゃん元気よくできた。わあ、赤。うわ、出た出た出た。生きてる。こんなこと言ってるの。いいんですか？これ一杯いくらですか？一杯35,000円ぐらいです。35,000円。はい。あなたより大事だから。もうそんなに乗せてないです。すごいですね。ぜひ美味しく食べさせてください。お尻重い。あの、お2階で食べれる。はい、2階で、はい、はい、ご存知、越前ガニの本場といえば地元三国の三国漁港。漁場が近いため鮮度のいいカニが水揚げされます。中でも1杯 1.1 キロ以上は硬質健常級、ダブルタグがその目印だそうですよ。はい、ありがとうございます。お世話になります。一番よく出るのは、一番よく出るのって何ですか。やっぱこの長栄丸とか千歳とか、このこれ、あの底引きのカニ漁行ってる、底引きさんの、あの鮮明なんですよ、うん、一番のおすすめのやつをお願いしようかな。どう、僕は進化を問われてますからね。栄養しまる、千歳丸、千歳丸で、じゃあ千歳丸行きます。で、2名様で、はい、はい、こちら竹翔では生けすで生かし、砂を吐かせたカニを提供するというこだわり。はい、失礼いたします。はい、うわー、すごいな、これ。あー、来た、モスの、はい、ズワイ、はい、うわー、越前ガニ、ね、越前ガニですよ。タグついてます。本物ですよ。どうやって食べるのが一番美味しいんですか。うわ、うわうわ、ダイナミックに、うわうわ、味噌がすごいな、これ。すごい量の量、見て。こんなに入ってる。カニ味噌最高です。
すごいな、こんな美味しいカニ食べたことないですよ。うわー、すごい、なんだこりゃ。好きな食べ物は何ですかってそこで言わなきゃいけない。ダメだよ、20代でそのように言っちゃう。ちゃんとこれ言おう、見てこれ。そんなの覚えちゃったらいいんや。あーもうごめんなさい、困ったもんですね。おいしい。すごいじゃないですか、カニのお刺身ですか、これは新鮮じゃなきゃ味わいませんね。口が迎えに行っちゃいますもんね。甘い。この甘さはね、ちょっと他で例えようがない。他にも旨味が凝縮された焼きガニ、内子が詰まったメスのズワイセイコガニ、そして締めに風味豊かなカニ雑炊と豪華フルコース、しっかりといただいちゃいました。名所登録9つ目は竹賞に決定。ノルマ達成まであと一つ。あ、やばいですね。え、そんなに悠長なこと言ってられないんですけど。あと1時間ぐらいしかないんですよ。ダメですよね、私前回もそうですよ、ギリギリで。お姉さん、この辺でおすすめポイントというか、ここ見といた方がいいよっていうようなポイントないですかね。もう時間的に難しいので、しかもこの天気じゃないですか。お食事できるところ。いや、食事じゃなくて、なんかそういう名所みたいなところ。名所で。はい。三国神社。三国神社行きました。行ったんです、実は。行ったんですか。はい、どこやろうな。三国の酒まんじゅう屋さんとかも行きました。酒まんじゅう。それ有名なんですか。三国は、うん、なんで酒まんじゅう。酒まんじゅう屋、普通のまんじゅうっていうか、はい、あのまんじゅうにそのお店お店のマークがつくんですよね。酒まんじゅうってお母さんのおすすめの酒まんじゅう屋さんってあるんですか。西坂さんですかね。西坂さん、ここずっと街中どんつきまで行くと三国の駅の正面の通りに出るので、はい、そこの近くにあります。行きます。はい、どうも。体も温まりました。ごちそうさまでした。雪になりましたね。あなたが言いましたね。なったね。雨が雪になったらいいなって。危ない危ない、真ん中行かない、真ん中。あ、今20分ですね。大丈夫かな、あと40分しかない。大丈夫ですかね、やばいかな。今お店やってるかな。だってこんなに寒くて人出てないんだよ。あれ、これなんかさっき見た風景です。ほら、あ、本当だ。そうですね。あ、そうですよね。まさにそうですね。大きく一周したってことですよね。俺たち一日かけて何やってんだろう。あれ、駅の方まで行っちゃいますよ。大丈夫ですか。越前鉄道聞き込み旅、果たしてノルマ達成なるのか。あ、ちょっと、あ、そこだ。酒まんじゅうしか書いてないから分かんなかったですけど、ここですね。30分前ギリギリセーフですね。ちょっとアポ取ってみましょう、はい、ね、最後の撮影交渉になるといいですね。大丈夫でした。すみません、お忙しい時に本当申し訳ないですけど。福井ってやっぱ酒まんじゅう有名なんですか。やっぱこれは三国の名物ですね。三国、あ、はいはい、いただいてもよろしいですか。はい、大丈夫です。食べることは可能でしょうか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、大正10年創業の西坂は三国名物酒まんじゅうの店。北前船の時代、船頭たちが伝えたという酒まんじゅうは豪商たちから縁起物として重宝がられたそうです。初代長次郎の名にちなんだこの焼き印がその印。酒の香りも漂います。ありがとうございます。無理言って申し訳ございません。
はい、どうぞ召し上がってください。酒蒸しまんじゅう。はい、酒まんじゅうです。酒まんじゅう、はい、はい、いただきます。はい、どうぞ。いただきます。あ、いぶじの香りがもちもちしてますよ。おいしい。もちもち。こんなに柔らかいんですね。うん、卵の固めかと思ってました。ほら、もう時間ないよ。2分前で。ほら。ギリギリでしたね。名所登録10個目は、酒まんじゅうの西坂。無事ノルマ達成。10年ぶりに再会して、はい、また同じ番組に出れるってまたすごいですよね。すごいですよ。あなた頑張ってますよね。いやー、小役でやっててよかったです。いや、素晴らしいです。嬉しいですね、はい、またよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あったかい人望なので出会いの数だけ名所あり。たくさんの触れ合いは温かい思い出。人情あふれるローカル線の旅、お世話になった皆様、本当にありがとうございました。完成したガイドマップ、福井を代表する壮大な西別院に、新田塚のふれあい公園、エンゼルランドで宇宙体験、名物のソースカツ丼に舌鼓、あわら温泉で日本海の幸と名湯を堪能し、由緒ある三国神社へ。越前三国の歴史と文化に触れながら、豪華越前ガニと酒まんじゅうを味わいました。福井越前鉄道三国あわら線の旅、聞き込みで素敵な10の名所に出会いました。